全然ダメだ。あれ、マースとショールーム。こんばんは。はい、ということで、ついに明日卒業を控えまして、なんか不思議な感じです。今日が最後のショールームになるので、皆さんと楽しい時間を過ごしていきたいなと思います。なんか私は結構何かあるたんびにカラオケボックスからの配信なんですよ。イベントの最終日とか、ショールームイベントをの最終日はカラオケボックスからとか、なんかそういうのがあるので、ショールームの最後はやっぱりカラオケボックスから配信かなと思って、今日はカラオケボックスに来ました。あ、まさ太郎ありがとう。ちょっと書きます。まさ太郎、くまさん、白くまさんタワー。時間はね決めてないんですよ。お店はあのフリータイムで撮ってるので、朝の5時まで行けます。ありがとう、マサ太郎。なんかもう明日が卒業公演っていう感じが全くしない。あ、日にち書き忘れてた。2024年7月30日。お、今日ライデンくんの誕生日だ。おめでとう。ありがとう。何か歌うの？歌いたい。ありがとう、ありがとう。いやー、なんか私の STU 人生って本当にショールームありきだったじゃないですか。もうなんか ショールームがなかったら本当に何もしてない人みたいになっちゃうところだったんですけど、ショールームのおかげで皆さん出会った方もたくさんいると思うし、ショールームでたくさん出会えたんじゃないかなと思います。乾杯。乾杯。ちなみになんか最後っていうので緊張して手が震えてます。ああ、なんか歌おうかな。何がいい？
ついに最後だよ。たけさんありがとう。なんかショールーム本当にありがとうって感じ。ショールームに出会えてよかった。私このアカウントはショールーム、二次面接、二次試験、二次審査二次審査のあのオーディションのショールームあったじゃないですか。あれからずっと使ってるアカウントなんですよ実は。なので何か実はね、そうこのアカウントずっと二次審査の時からこのアカウントです。STMの曲じゃあ思い出せる恋をしようか。ちょっと暗くできる。どんなに時が過ぎ去っても君の顔が浮かぶだろう。違う空を見上げていたって忘れない。
コメントが見たいよ。ありがとう。なんか寂しくなるね。寂しいな。え、コミュちゃん、ありがとう。ありがとう。手が震える。寂しい。緊張してる。ありがとう。お？ありがとう。最後だ、最後だよ。13タワー、ん？何人だ？終えてない全然。13。うん。何？何タワーや？どれ？どれ？教えてください。ごめん。なんか全然終えてないや。何タワーですか？氷タワー？氷タワー。ありがとう。ジュース。誰が本当のなんだ。これ何タワーって言ったらいいんだろう。13、とりあえず13。ピンクが出ない。水色持ってきた。氷タワーにクマついてる。氷クマタワーにしよう。13。氷クマタワー。氷クマタワー、ありがとう。
早いのかな。ありがとう。何歌おうかな。STU の曲がいるね。スウェッティースメルがある。歌ってみよう。スウェッティースメル、私のラストソングです。夢はいつだって汗臭い、頑張った後に咲く花だ。辛い時はずっと気がつかなかったけど、手に入れて初めて知る、いい匂い。
ティースメル入ってるの初めて知った。何でも入ってるな。食香は入ってないのか。入ってる入ってる、何でも入ってるじゃん。嬉しいね。いえ、ありがとう。すごい、これ歌えると思わなかった。ヨッシーさん、ありがとう。ヨッシーさん、タワーのお城、お城って感じがわからん。ありがとう。城がわからんのか、お主は。ひさし、ありがとう。あ、これか、さっき言ったの。土になり、ください。このこれが充電がないって。ちょっと取り替えてもらうので待って。
良かったんですよね。よし、書いてもらったのでいきますよ。あのね、この配信を始める前にね、先に部屋入るじゃないですか。そしたらそもそも電木固まってて、まず一回店員さんお呼びして、すいません、電木が動きませんって言ってお願いして、また2回目、すいません充電が切れました、何回もすいません、同じ人が来てくれた。梅さん、くまさん、ありがとう。あ、そう、今日ね、必殺道具持ってきてるんですよ、前八は。じゃじゃーん。じゃじゃん。ひさぽんちゃん、ありがとう。フォトピニーさん、ありがとう。リップが、やっぱりリップが足りないんだ。リップが足りない。なんかまだ手震えてる。前八のボイトレの先生がね、このリップくれたんです。泣きそう。これで店員さん来たらめっちゃ気まずい。もうこの空間一人に対して店員さん一人でしょ。でこの三脚でショールームやってるでしょ。なっちゃうから。ラッキーさん、ありがとう。 100% のやつ持ってきてくれた、優しい。IT って調べちゃった。 STU です、私。でも AKB さんの曲も歌いたいな。食べ物頼まないの？なんか緊張して全然なんかお腹が空かない。AKB さんの歌歌ってみようかな。
メラモールとかありがとう、アキオクさんありがとうね。なんか最後のショールームって思ったらめっちゃ緊張する謎に。なんかぬいぐるみとか持ってくればよかった。ありがとう。確かに明日やばいかも。臭いものだらけとかあるよ。ちょっとあれか、グリーンフラッシュ歌う。明日が最後って感じがもう全然しない。寂しい。でも寂しさはある。
ありがとう。たくさんの配信ありがとう。こちらこそありがとうよ。なんか目が悪くて。清美さん、あ、清美さんありがとう。チューコ、クマ、ありがとう。フラゲお願いします。フラゲ、フライングゲットの子は、フラ、フラ、いい、グゲッチュラララララララ。ありがとう、みんなリクエスト全然書いてくださいね、コメントで。もしかして、もしかして、だけど僕は一度は先に君の気持ち今すぐ手に入れようか。だけど何か言われる前に心の内ビビッと感じるままに、だといても微笑みとなって君が僕に声を問い寄せるのでば、君のハートの全て僕のもの好きだから、あなただけ。くるくら動揺して順調で砂浜をチラ見してたビキニ、むくむるかぶさを置いて竿にならなきゃ楽しくない、その目誘ってる僕に来てくれと、それが妄想としても声を捨ててみなきゃ始まらない。だけど君に空振りしても当たってくだけを当たる男じゃないか。だけどいつもやるだけやるさ、黙って見てても急ぎ足でも一番乗りで僕は君に届くこんなもの無双を、フライングゲートをようやく待ってるようじゃ、周りの男たちを出し抜いて得意げに。
盛り上がる、めっちゃ盛り上がる、ありがとう。楽しい最後のショールーム楽しすぎるんだが楽しいよありがとう。これはね、ゴゴリバの思い出曲なんでね、ゴフラゲはもうマイハッチの曲です勝手に言ってますけど、めっちゃ楽しい。最強ツインテールとか歌っていい？なんか今日ツインテールしてるし。僕の好きな最強ツインテール、最強ツインテール、やっぱねこれを歌わなきゃ。何の曲で間違いないすいません
ありがとうございます。やばい、今最強ツインテール歌ってる時、あのガラスの上からこうって覗かれたんやけど、この状況カオスすぎてマイハチドキドキしてる。このさ、女が一人で猫耳をつけてスマホに向かって最強ツインテールを歌っているという状況を、誰かが見ていきました。やばい、めっちゃ気まずい。あるあるですよね。でもなんか、あれこの部屋じゃなかったっけみたいな。あのチラッと見て、ああの顔だと思ったら入るみたいなやつ。ありがとう、なんかみんないっぱいギフト送ってくれてるのか、全然読めてなくてごめんね、ありがとう。あの、あれやばい、あ、なんか、やばっ、みたいな。思われてたらめっちゃやばいけど。まあでも、毎日猫耳結構よくやるんでね。みんな持ってる星とか全部投げ切っちゃいなよ。まあまたいつかね、おかえりって言ってもらう時が来ると思うけど、その時はその時だ。その時はその時だ。ポンちゃんありがとう。ちょっと前さ、このショールームの時間が幸せすぎてさ、なんて言ったらいいんやろね、なんか心地が良すぎる、ショールームって。ありがとう。待って、こっちに来ると何が起きるのって感じだけど、何も起きないか。コメント読みやすくなるかなと思ったけど、麦茶のバレた。麦茶持ってきてたのバレた。コーラと麦茶持ってきたのバレた。あ、ここは持ち込み OK な場所なので、あのご安心くださいませ。あんまり行かない方がいいかなと思って。コーラぬるくない？いや、ぬるい。最後のショールーム感全然ないけど、なんかもういつも通り歌いたい曲歌おう。
ジュアルデイズ。あ、谷高さんありがとう。
泣きそうだよ。泣きそうなの。もう涙腺やばいけんさ。にしちゃった。キヨミン、コリコート、ありがとう。あ
ありがとう、教えてくれてありがとうね。みんなもあの投げたよって教えてくださいね。マイハチ全然あの目が悪くてコメント欄が終えてなくてありがとう、投げた人も自分も投げたんですけどって言ってください。ありがとうございます、ありがとう。それでは改めまして03太陽を歌いたいと思います。マッツン、マッツン、氷くまタワー、白くまさんか、これ白くまさんタワーって言ったらいいの方が可愛いよね。マッツンありがとう。帰る前に君に話して
せじゃないのでね、みんなが幸せになってください。じゃあマイハッチからファンの皆さんへ、いつもツンツンしてごめんね。あ、まこっちゃんありがとう。ちょっと待ってね、いつもツンツンしてるけど
通りタワーなんですI'm not afraid to die.
楽しいカラオケもう12時までやるのもあり、全然あり。だってショールームがさ、私の原点だから。元気だね確かに。いや、ちょっとさすがにあれか、勇気ありがとう。チャワ、勇気ありがとう。勇気。これからもありがとう。勝手に決めて勝手に決めちゃ、勝手に決めてごめん、ありがとう。ありがとう、 I love you。はあ、寂しくなるわ。ごんべん、ありがとう。こちらこそ、今までありがとう。こちらこそ。今からも、これからも。今からも、今からも。今までも、これからも。ありがとう。みんなも、今までも、これからもありがとう。でも、STU としては、最後。ひろたん、ありがとう。くまさん、タワー、ありがとう。ひろたん、あ、スケッチブック終わった。もう一冊あります。ならなかったらちゃんと行きます。あ、明日はそうで行こう。そう、うちのそう。
マエハの歌をどの席でも届けます。マエハの言葉と歌を会場で聴いてください。近い方がいいだろうけどさ、なんて言うのかな、マエハの歌と声を、生の声をその場で聞いてほしいって思う。まこっちゃんありがとう。え、またまた、大丈夫、心配になっちゃうよ。ヤコバって言うと落ちるジンクスあるから、落ちとらありがとう。歌えますか。友達でいられるなら、でもこれ一人で歌うの寂しいから、どうしても君が好きだにしよう。よし、歌うぞー。あー、おー、何時までても、24時までできる。
集計ランキングとかもう久しく、あれはどうかな、手遅れ交渉、入れてみた。
のめっちゃ前にやった2019年ぐらいにやったのもそうだった。なんかイップス SKE さんとか歌いたいの。なんか私あのねなあちゃんとゆいりさんの公演が見たくって手をつなぎながら公演に行ったんです。見に行かせていただいたんですよ。その時にめっちゃかっこよくってこの胸のバーコード歌おうチョイスなんです、なんでユニット曲にしたんやろ今まあいっか。
か。寝ないとね。寝ないと明日は迎えられないよ。鉄な呼び捨てファンタジーと鉄なが、ちょっと待ってメモしとこう。呼び捨てファンタジーもリクエスト入りました。鉄な。何時までやろう。いい感じに一通り歌い終えたら、ご上機？うん、おやすみ、また明日。終わりに向けますね。呼び捨てファンたち。鉄な、手をつなぎながら。
ズッキーさんもありがとう。だるまいっぱい。あ、ほんとだ、白くまちゃんタワーだ。ありがとう、ありがとう。手をつなぎながら歌ったらちょっともう思い出ゾーンに入っていくよ、みんな。でもさ、手をつなぎながらもさ、なかなか思い出曲じゃない。
スパートに行きたいと思います。Stop!
Thank you.
このまま最後まで突っ走りたいと思います。曲で夜ちゃんとありがとう。あっち行きます。
泣きそうになりたくない。それではラストの曲歌います。時計が魔法されて
泣かずに歌えました。ありがとうございます。ちょっとヨルちゃんとまこっちゃんパワーくれたのでお礼をちょっと書かせてください。まあ最後じゃないからね、最後だけど最後じゃないんだよね。今日泣いたら明日がブサイクになっちゃうから泣きません。ヨルちゃん何だったっけ。イデさんありがとう。氷タワーか。これからも中の接近禁止で、これはほんまに中の接近禁止で、投げキスまではいいとします。中接近禁止でお願いします。ありがとう。ありがとう。まこっちゃんは何だったっけ。あ、じゅうさんもありがとう。もう追えないよ、追えないぐらいみんな投げてくれてありがとう。のど飴買って帰ろう。のど飴買って帰ろう。あれ、まこっちゃんは白熊タワーだったっけ。まこっちゃん夜行バス、まこっちゃん、なんだっけ、白クマさんだったよね。クマさんタワー、氷タワー。あれ、あれ氷ですか。失礼いたしました。書き直させていただきます。ヤコバナウ、ヤコバどう、ちょっと狭いでしょ。わかる、でもちょっと高くてもいいから3列シートがいいわ。わかる。いくらカーテンがあってもね、ちょっとね、隣同士はあれだよね。気をつけてきてね。ありがとう、ありがとうね。じゅうさん、白熊さんタワーありがとう。
僕投げたんですけどみたいな人いたら教えてくださいね。登ります。白熊タワーでしたって。白熊タワーありがとう。怪力が出ました。投げてないけど投げるわ。けれども、え、投げてくれたんでしょ。小型ペンギンさんが言ってた。まあ、あの、まあ、いっかまあ、いっかたわ、ありがとうまあいっか、ありがとう。予告パワーとなありがとうわけわからんやろわけわからんわよ、わけわからんわよ。ちょっと待って、よいしょ、ありがとう。意味わかんないよ。でも1位におるけど、まあ、何かしらで何かしらは投げとる。ありがとう。ちょっと累計ランキング見てみますか。累計、じゃじゃん、10位、第1位は、第1位ももももさん、ありがとうございます。もうほんまに累計ダントツですね。ダントツ1位です。もももさんありがとうございます。第2位はまさ太郎。おお、まさ太郎が第2位に君臨、ありがとうございます。第3位はビッグウェーブさん。おお、ビッグウェーブさん、なんかさ、最初さ、ビッグウェーブが読めなくてさ、振り仮名振ってもらってたよね。第4位は、ひさし。おー、ひさし、グータッチのひさし。ザッキーさん、ありがとう。で、
5位がマイハッチのマーク。マジで。まあコメント特になしってことで最後までありがとう、いっぱい来てくれたんね。6位が山猫さん。おお、山猫さんありがとうございます。7位ケンマンさんありがとう。マイハッチは、マイハッチはドゥルドゥルルルルルルルン、アニさんでした。アニさんがマイハッチ賞おめでとうございます。9位がデリカシーヨルちゃん。デリカシーのないヨルちゃんが、はい君臨しております。そして第10位がユウさんでした。ありがとう。なんかでもこう見てもあれですね、なんか日頃のメンツと変わらないから特になんか喋ることもないっていうか。え、まこちゃんお白タワーありがとう。またまた、なぜ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 、もうなぜなぜけど、まこちゃんありがとう。本当はいっぱい読みたいんですけども、マイハッチおねんねの時間がね、そろそろ。明日にコンディションそっとね、そっと整えないといけない。ヤコバマコちゃん、え、大丈夫？なんかめっちゃお酒飲んでてやばいみたいな、なんかめっちゃお酒飲んでてめっちゃわけわからんくってめっちゃ投げてるとかやめてよ。まこっちゃん、おしろたーありがとう。ありがとうございます。皆さん本当にショールームありがとうございました。もうで、山猫さん最高ありがとう。山猫さん最高、タワーありがとう。やばい、ちっちゃいな字が。
投げてくれた最高ありがとうパリピっすねありがとう。ありがとうございます。ということで、ケンマンさん、ケンマンさんありがとう。マジか。最後にだって、ありがとう。ケンマンさん、嬉しい。ケンマンさん、ご視聴ありがとう。ありがとうございました。ありがとう、みんなも、もうみんなありがとうございました。ということで、本当にショールームたくさんたくさん支えてくれて本当にありがとうございました。ショールームでは最初はね、8時までっていう門限のもと始まりまして、そこから12時まで配信できるように大人になりました。もう本当にね、ショールームイベントでは本当にみんなに助けてもらったし、ショールームイベントがあったからこそ自信がついた時もあったし、ショールームイベントで悔しい思いをしたり最高な思いをしたり、なかなかね結果を残せなかったけど、みんなが最後にシティウォーカーのプレゼントをしてくれたので本当に嬉しかったです。ありがとうございました。みんなのおかげで私は本当に幸せで、こうやってショールームを終えることができるんだなと思いました。明日の公演は心から楽しんでみんなの前に立ちたいなと思っています。それでは最後になりますが、本当に本当に7年間ありがとうございました。今日のランキングを読みます。13位、ひさしありがとう。12位、まさたろうありがとう。11位、きよみさんありがとう。10位、かっちゃん配信ありがとう。ひとまず区切りなので、7年間楽しい時間ありがとう。明日の卒業公演頑張って、ありがとう、頑張ります、ありがとう。9位、まやつのマーク7年間本当にありがとう。ずっとこれからも大好きです。絶対幸せなくです。そらなありがとう。マイハッチはヨッシーさん、昨日も今日も明日もずっと生涯マイハッシーだって、ありがとうございます。マイスイートエンジェルキモいユーマーって言うことである、言ってないだろありがとう。7位ジュウさんありがとう。6位ザッキーさんありがとう。5位デリカシーヨルちゃん、デリカシーないよ。4位ヒロトラストショールームありがとう。明日最高の思い作ろうね、作ろうね、ありがとう。第3位山猫坊主さんありがとう。で第2位ケンマさんありがとうね、大好きです。こちらこそありがとう、大好きです、ありがとう。
してそして第一位をドゥルル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 ン、まこちゃんありがとう。まこちゃんはね、もうね、オーディションの頃のショールームからいるからね。おおよよよよよよよ、センスゼロさんからタワーがいただき飛んできました、ありがとう。ちょっと書きますね。楽しい7年半やったわ、明日最後見に来ありがとう。センスゼロさんも幸せになってね。おめでとう。これからも推しメンもそこそこに、お嫁さんも大事にしてください、ありがとう。ということで皆さん本当に7年半、もうオーディション入れると、オーディション入れると本当に7年半、8年ぐらい長らく応援してくださって本当にありがとうございました。みんなのおかげで幸せです本当に。それでは最後のご挨拶に行きましょう。7年半はお疲れでーす。